勝負になるか。さあまだペースが上がらない、まだ誰も勝負にいかない。さあ鐘が鳴ります。14分10秒。さあまだ誰も行かない。ラスト300。さあここで行ったのは満を持して敦賀気比の岩田くん。追うのは鯖江デセンくん、慶心山口くん。今15分ちょうど。先頭は外側から慶心の山口くんが猛烈に追い上げます。1着でフィニッシュ山口くん。岩田くんが2位、3位に鯖江デセンくん、4位がレースを中盤引っ張った清水くん、そして6位争いは後ろから敦賀気比の山本くんも追い上げました。フィニッシュの後ゴールに倒れない。